こんにちは、スプレアというノベルちゃんと梅ちゃんです。イエーイ、イエーイ。じゃあ国際結婚の話。はい。結婚する前に、うん、なんか何の不安を感じてたって話。なんか不安があったかって。そう。いや、最初いいよ。私、うん、私はね、友達、日本人の友達がいて、なんかその友達は別の友達を、メキシコの友達がいて、うん、日本人と結婚して、うん、そしたら喧嘩になって離婚して、うん、そしたら子供が、うん、女の子、うん、が、あの子供も二度とも会えないっていうことがあって。そうなん？結婚して？た。そうそうそう、だからそう。あ、そう。うん、それずっと不安だった。まあ、子供がいないけどね。子供がいて離婚したら子供はこっちに取られちゃう。そう、絶対に、なんだろうな、不安ね。まあ、国際結婚というよりはベロベロと結婚するの不安だったね。私？嘘嘘、うん、嘘です。そうなんだ、うん、まあ、この人と思ったから、ベロちゃんと思ったから。でも子供生まれたら離婚して可愛い子供生まれてバイバイするけどねっていうことで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。でもっと質問か何かあればコメントぜひしてください。はい、じゃねー。じゃねー。